海と日本プロジェクト in 徳島。海と日本プロジェクト in 徳島、リポーターの木戸弥生です。ナルトスカイラインにある展望台に来ています。こちらから見えるうちの海にあるあの島なんですが、可愛い形をしているそうなんです。実は上から見ると綺麗なハートの形をしているんです。うちの海に浮かぶ周囲およそ150メートルの無人島鏡島、地元で活動されている写真家の小川直樹さんが2021年に上空からドローンを使って島を撮影し、ハート型であることを確認しました。満潮の時間帯が特に綺麗にハート型が見られると言われています。こちらの島を上空から撮影した写真家の小川さんにお話を伺います。こんにちは。こんにちは。まず最初にハート型であることを発見したときはどんなお気持ち、印象でしたか？いや、もう本当にびっくりしました。感動しました。そのハートの島を見たいっていうことでお客さんも結構増えてますし、問い合わせもね、市の観光関係の方とかにね、いっぱい来てるみたいですよ。やっぱり海峡で風が強いところなんで天気がものすごい変わりますんで、ということは海の表情もよく変わってくるので、もう1日いても飽きないですよね。ビーチクリーンとかをね、もっとこう多くの人がもうほんのちょっとでいいんで参加してもらって、綺麗な海をさらに保てるようにね、ちょっとしたこう努力をしたいなとは思ってます。ナルトの海にはまだまだ知られていない魅力が眠っているみたいですね。これからも徳島の海自慢を増やしていきたいですね。海と日本。今日も見てくださりありがとうございました。 Facebook、Instagram、Twitter、チャンネル登録よろしくお願いします。